どうも竹次郎です。12月に入りましてですね、もう師走、もう1年の最後の月ということでですね、周りのこととかね、いろいろバタバタしてる最中なんじゃないかなと思いますけども、皆さん大掃除ね、はかどってますか？僕はですね、去年全く大掃除しなかったんですよそれでさすがに今年はもう掃除しないとキッチンとか特にやばいなと。お風呂とかね、トイレとかは使った後ね、こう綺麗に拭いたりとかこまめにしてるんで、そんなに汚れてないんですけどね、やっぱキッチン油とかね、やっぱこう跳ねたりとかしてすぐ拭かないとね、こびついて取れなくなっちゃうんですよね。なのでもうキッチンだけは僕は先に大掃除は済ませました、今年はね今年は気持ちいいこの環境でね、新しい1年を迎えられそうな感じがしている竹次郎であります。でですね、師走ですから、こう忙しい、やっぱりね、お昼ご飯特にね、もう食べてる暇ないよと。もう家でね、もうキッチンせっかく大掃除したのに、また使ったら汚れるの嫌だなと。でもうご飯作るのめんどくさいっていう人は、やっぱハンバーガーとかね、そういうところに行ってご飯を買ってきて食べちゃうみたいなところがあると思いますけども、竹次郎チャンネル的にハンバーガーといえばもうね、おなじみですよね、皆さんね、バーガーキングですね。はい、もうバーガーキングの動画、シリーズここに載せてありますけどね、12月2日からですね、ウィンタースペシャルキングスと題して、2つの新しいハンバーガーが出たみたいなのでですね、そちらを今日は、試食レビューしていきたいと思います。はい、ではまずは1個目、数量限定 XT ガーリックビーフ、実際に開けてみましょう。はい、こういう風になってますね。このハンバーガーについてる名前、 XT ガーリックビーフって言うんですけど、その XT ってなんだっていう、バーガーキングのホームページに行ったらですね、答えが書いてありました。 XT っていうのはですね、エクストラシック、超熱いっていう意味なんですけど、エクストラシックの名の通りですね、4オンスのアッパーパティを超える 5.5 オンスのパティが乗っています。だからワッパーパティよりでかいってことですね。もちろん 100% ジューシービーフパティですね。はい直火焼きです、もちろん。そして中に入ってるソースなんですけど、前回出た黒忍者のハンバーガーやった時にシャリアピンソースっていうのが使われてるっていう話をしたんですけどね、その玉ねぎの甘み、旨味をね、こうじっくりこう出したシャリアピンソースが使われています。でね、もう一種類ね、バター風味のソースも使われています。開けた瞬間にバターの香りがね、ふわーっときました。だからバターの香りとそのシャリアピンソースの玉ねぎの旨味ね、これがね、今回ちょっと引き立て役になってるらしいです。それでは食べてみたいと思います。いただきます。お肉すごい厚くて食べ応えがバッチリですね。ザ肉厚みたいな。玉ねぎもね、挟まってますけど、バター風味のソース、玉ねぎってやっぱりね、相性がいいんですね。そしてシャリアピンソースのその玉ねぎの甘さ、あと香りがすごいきます。そして何よりもその後から追いかけてくるニンニクの香り、これがお肉のね、厚みと玉ねぎのね、甘さとね、またうまくマッチしてます。玉ねぎうまいね。適度な歯ごたえが残ってて、でもね、甘みもちゃんと出てますね、引き出されてます。バター風味のソースにチーズって乳製品2つじゃないですか。だからちょっとなんかくどいんじゃないかなって思ったんですけど、チーズのそのコクはお肉とやっぱり合うんですよね。でお肉のその存在も邪魔してないんですよ。でバター風味のソースはお肉に絡まるっていうよりも、その一緒に挟まってる玉ねぎスライスにうまく作用して、フライドガーリックとうまくね、こうなんて言うんでしょうね、スライス玉ねぎもソースみたいになってるっていうような感覚ですよね。でシャリアピンソースはお肉とぴったりです、相性が。うん、あ、ただですね、僕うちからバーガーキングは離れてるんで、買ってきて1時間ぐらい経ってるんですけど、やっぱり冷めちゃうとね、ちょっとやっぱ味が落ちるので、やっぱり出来たてをお店で食べるのが一番美味しいかもしれないですね。今度お店で食べてレビューしてみようかな。
2個目はこちら、 BK クワトロチーズバーガー。クワトロチーズバーガーじゃないですか。だからさっき食べたガーリックビーフね、あれちょっと冷めてたので今ね30秒くらいちょっとレンジアップしてみました。ではいただいてみましょう。この中にはビーフパティではなくてですね、ポークパティが使われています。普通のポークパティとちょっと違うみたいで、あのスパイスでね、いろいろこう味付けがプラスされてるみたいです。で、使われてるソースがですね、チーズソースとチーズ入りのペッパーシーザーソースっていう、これも2種類のソースが使われてるみたいです。まあ、チーズソースはね、チーズっぽいなって感じはすると思うんですけど、想像ができると思うんですけど、ペッパーシーザーソースってあのシーザーサラダとかにかけるソースがちょっとピリ辛になってんのかなっていう、ちょっと想像がつきにくいですね。パティともう一個ね挟まっているものがあります。これハッシュブラウンが挟まっています。やっぱりね、クワトロチーズバーガーっていうぐらいなので、チーズも2種類挟まっています。コルビージャックとね、チェダーチーズだったかな。せっかくね温めたのでね、食べてみましょう。すごいね、チーズの香りとそれからスパイスの香りがちょっといい感じでしてますね。いただきます。僕実はですね、バーガーキングのポークパティってあんま得意じゃないんですけど、これぐらいまでスパイスちょっとかけて焼いたポークパティだとね、美味しいですね。ハッシュブラウンがいい歯ごたえをまたねプラスさせてます。カリカリ、ペッパーシーザーソースね、想像つかないって言ってたやつでもね、やっぱりねシーザーサラダにかけるソースがまあベースみたいな感じですよね、味的には。あー、もうチーズ、もうねチーズオンパレードですよ。チーズ大好きな人にはこれたまんないと思う。なんだろう、このハンバーガーを一言で表すなら濃厚ですね。なんか普段のポークパティもこれぐらいなんかちょっとスパイスかけて焼いてほしいな。これなら全然ポークパティ美味しくて食べれる。はい、ということでですね、ハンバーガー2ついただいてみましたけどね、こっちは濃厚ね、チーズ盛りだくさんですよね。はい、もうチーズ大好きな人にはこれね多分たまらんと思いますね。僕もチーズ大好きなのでね、これちょっと好きですね。あとポークパティのそのスパイシー感もちょっと増えてて、スパイシーなそのお肉、そしてなんか滑らかでこう優しい感じのチーズのこのコラボレーション、これなかなかいいですね。まあ、あとはこう野菜が入ってないんで、これは野菜サラダ必須ですね。で、こっちの XT ガーリックビーフね、これはやっぱりお肉の厚さが全然ね、いつものハンバーガーと違うので、もう食べ応えが全然違います。2ミリとか3ミリぐらいしか違わないと思うんですけど、全然違いましたね、食感とか。ほんと肉食ってるって感じでした。作りたてはもっと美味しいと思います。あのジューシーでね、ちょっと冷えちゃったのでね、今回僕が食べたやつはちょっとモサモサしてましたけど、玉ねぎスライスがこうね、いいアクセントになってますんで、こっちもね、ぜひ試してみていただきたいと思います。ガーリックの量もね、そんなに多すぎるほど多いっていうわけじゃないので、食べた後、まあ歯磨きとかすれば多分大丈夫ですね、はい、ということで今日はバーガーキング冬のね、キャンペーン、ウィンタースペシャルキングスということで、 XT ガーリックビーフと、BK クワトロチーズバーガーをご紹介しました。したっけねー。